新潟市秋葉区の小須戸幼稚園で毎年開かれてきたひな祭り茶会。来月閉園を迎えるため、今回が最後です。会場には園児が作ったひな人形が飾られました。園児たちは地域の茶道愛好家の皆さんに作法を教わり、お母さんたちとお茶を体験しました。ちょっと寂しいはすごくあります。でも今回閉園前で5人という少人数になったので、親子で参加するイベントというのがすごくたくさんあって、すごくいい貴重な経験になったと思います。お母さん喜んでましたね。楽しかった。園児は現在年長の5人だけで最後の卒園生になります。縄跳びをしたり、それからけん玉をしたりしたのが頑張ってみたい。どんな風に過ごすのが子どもたちの、ね、思い出になるかなっていうことを常に考えながら計画をしてきたんですが、学校に行ってまた頑張ってもらいたいなと思います。来月18日に終了式と閉園式が開かれます。